甲賀の滝十神社に来ています。川に近いところですね。頓宮っていうところのところに近いんですけども、大きな御神木がありますね。お光があります。680年の室町時代にはあったんじゃないかと言われているんですけど、一瞬知ってますね、これ見られて。いいんですよ。本殿までがだいぶ距離があるのか。本殿参拝殿がなかなか見えないですけど、ね、すごいですね。本当はこんだけたくさんあるっていうことは、すごくたくさんの人が寄進されてると思うんですけど、この上が参拝殿とかだと思うので、はい、じゃあ参拝してみたいと思います。